え見て僕でこデコーナー赤い服の人逮捕するんで、手を挙げてる。<laughs> あー、なるほどね。違法のデモですよ、と。皆さん、ここで。えー、膝が痛いけど我慢。痛 <laughs> い痛い痛いって感じね。わかるな僕も膝が、ね、痛い時あったんで。うん。ちょっとバドミントンきでね。まあでも、10年前かな。じゃ10年、うん。13年、ね 14年か前ぐらいに復活、15年前ぐらいから復活して、2、3年、すっごいもう、結構インテンシブ、なんつうの、やってて、膝悪くしちゃう、ジャンプスマッシュとかやっててさ、今もうやってないんですけどね、あんまり、もう、年相応のプレイしてますけど。うん。はい。えーっと、つうことで、ああ、ホースと共に合う人たちね。うん。 はい、18歳の子はもう寝よう、寝ようってね。また土曜日にやらせなさいと。はい。気合だ。はい。じゃあ、はい、これ。彼女は何と戦っているんでしょううん。私さん、ごいました。え、どうこだったあれ、ありがとうございましたか。ありがとう。ご、ごいましたって。<laughs> はいご、ごいごいでしたって感じで。 ありがとうございました。ね、本当にね、肩無理しないで、ゆっくり直してくださいね。肩本当ね、時間かかりますよね。普段動かすしあの。骨が支えてないんですよね、肩は。筋肉だけで押さえてるから、本当にね、大変です。うん。あなたの血をきれにしてあげます。あ、どれだろう。これかな。あなたの血をきれにしてあげます。 ああ、彼女は自分の体重と戦ってるってことシェイトと戦ってます。そう。僕ね、思ったのは、えー、なんだっけ。その、おそ松くん耐久レース。<laughs> はい。鏡の自分と戦ってるね。見えない例。怖い怖い。2024年版シェイ。これ絶対そうだよね。おそ松くんだよね、これ。 生徒会長副会長楽しみました。笑いありがとうございました。はい。ありがとうございます。下から、ああ、なるほどね。下から撮影す下から撮影しようとするやつだと、戦ってるね。でも、もう、思いっきり見えてんじゃね、これ。ね通販が見えてますね。ああ、ねぇ、恥じらいし。それ、周知シーンって読むんだけど。 えーっと、実は、私実は男です。ああ、でもいるよね、最近ね、そういう YouTuber ね。すごい、もう見た感じ全然、絶対女性、女の子なのにさ、声が男って。それでもう結構売れてるっていうか、ね、バズってますよね、その人ね。うん。コスプレの適齢。なるほど。実は、 なんか、アラフォーだったりしてね。孫だな、っている <laughs> そうそう、アラフォーなんだよね。うん、AI の先行基準がいまいちわからん。なるほど。ツ <laughs> ーパン <laughs> いや、ちょっとツうーん。そうだね、丸見えだよね。っていうか、どうなんだろうな。なんか同じ柄の、スカートと同じ柄のね、通販だから。<laughs> なんとなく見えてるようで見えないようで。 何のねあれもないっていうね頭がかゆい <laughs> コスプレ衣装を戦っているああ素晴らしい匠さんシャレだねコスプレ衣装を戦っているてねああ何てゴ,ゴミ屋敷だと ゴミ屋敷だと何癖をつけてくる市役所の職員と戦っているっつってまあ何癖つけられるってる時点でもう多分ゴミ屋敷確定ですね <laughs> はい京都の舞妓さんと戦ってるってことだね大根足とダイエットで昔あの大根足って褒め言葉だったそうなんですよね白くてこうなんかスーッと伸びてるでしょ太い足ではないじゃないですか,てか太い大根ばっかりじゃないでしょ こう足首細くなってて。だから、大根足って言われたらありがとうって言った方がいいでしょ。昔は褒め言葉だったっていうことでね。はい <laughs>。タイツ破れそう、ビリ。あ、違う。最近、美人のバイオリニストだなぁと思ったら、実は男だってこと <laughs> いや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 、まあね。リハビリ中ですね <laughs>。ビリビリ中 <laughs>。はい。 この子、靴のサイズ5位とか。あ、幅がってことうん。竜宮城から今帰ってきたんだ。うん。っていうことは、乙姫様と、乙姫様と戦ってるってことかなね。そうなんですよ。大根足は褒め言葉だったそうですね。うん、知らんけど。<laughs> っていうか、まあでも、そういう言われてますよ。なんで。はい。 チョップー <laughs>。もうチョップーって、もう投げやりになって,て <laughs> チョップーって暇ちゃん、それちゃん <laughs>。あ,あ、燃え青どり。いいね、これ、うん。なんか、こういう、この、この子はなんか、すっごいさ、狂ったように青踊りしてたら、引いちゃうか、逆にね。ア、うん、ラーメンジローでの食べ方。これ食べんの 泡蔵って感じ。泡踊りですね。はい。泡なっちゃいますっていう感じですね。なんかもういい加減になってきたな。いや、まあ元気なんでまだ頑張ります。うん。それ別の泡。<laughs> <laughs> どっから泡が出るんでしょうってね。ああ、大阪のおばちゃんと戦ってるね。壁にかからないと立てないポーズ。 ああ、本当かもね。4日かかってるかもしれないね。うん。綺麗に撮って、ね、っていう。ああ、だから、あの、ヘナチョコカメラマンと戦ってるんですね。なるほど。了解了解。別の泡。ポーズを撮っているけど、プップップっちゅーってね。手こいてるってことですね。はい。ホイップ。えー、男どっこい、タメジロー。か懐かしい。 実は寝て撮っている。あー。あるよね。そういうね。結構なんかその筋トレしてるみたいな動画でさ、カメラをね、横にしてたりとか、縦にしてて、実は、ね、なんか、楽みたいな感じだよね。えー、形した砂掛けババアがバレないように頑張っている。砂掛けババア、すごいです。全身整形したのが。 背も伸びてるような気がするんだけど <laughs>。そうだね。体幹トレーニングですね。うん。こんな格好のどこに燃えるんだこんな格好のどこに燃えるんだいやー、燃えるでしょ。<laughs> 違う。親父だったら燃えるね。はい、右手。これ以上上がらない。<laughs> いやー、それはまずいね。うん、僕かもしんない。その、なんか。うん。いやー、そのさ、 最近だからそのベンチプレスしててね肩とか肘が痛いじゃないですかである人のねその世界一あの誰だっけなこだまたゆき男子 83kg 級世界で唯一フルギアで 310kg 体重の4倍の重量を上げることができるベンチプレッサー22年間世界王者に君臨中。 ちょ,っとちょっとはっきり覚えてないですけど、その人がさ、痛みがあるときは、すごいもう激痛が走してないなら、やった方がいいとか言って,て、うん、で、こう、自分が痛くないね、そのフォームを見つけてやってくれってあってさ、うん、それで、今日やったんですけど、やっぱね、こう、痛くないフォームを探しながら、で、やっぱ、温まってくると痛くなくなったりとか、いろいろやってて、うん、結構頑張りました。 痛いのか、まして。結局、痛いんかいって感じなんですけどね。ね、燃え人参。50型。いや、50型ないですね。全然上がります。うん。バトミントンもできるし。ただ、あのー、今日は8トンだったっけな。総重量、ボリュームですね。うん、あのー、前回は10トンやったんですけど、今日は9380キロか。総合ですね。トータル。 はい。そういう感じですね。トレーニング。今日やってました。<laughs> やってきました。はい。もう、だから、肩、うん。はい。まあ、10トン、あ、そっか、10トン狙ってたんか。そう。九あ、そうなんだね。9000いったんですね。はい。ということで、ごめんなさいね。娘だったら切り入れて。<laughs> <laughs> そうそうそう。そう、そういう人がいるんですよね。300キロ上がる。300キロ、うん、200? うん、確かそうですよ。 またちょっと、うん。調べておきます。ごめんなさいね。ひょーはい。あの、やっぱりね、筋、あの、の僕、やっぱ重量上げたいなって頑張ってて、その、ボリュームが足りないっていうね、筋量が増えないっていうことで、それで、あの、とにかく、13セットしましたね。で、最後、75キロ、20キロ、20回やりたかったけど、もう16回で潰れました。はい。ということで。 馬娘。えっと、靴下のゴムの、こういう組ね。イ,イン、インバウンドの学校にの顧客。中国人かな韓国人かな実家の畑仕事を専念しろという両親あー。<laughs> なんか、すごいあの、あの、現実味がある <laughs> 戦いしてますよね。 <laughs> 親に怒られてるだけっちゅうさ、もういい年してやめろってんそんなコスプレなんて言って。うん。<laughs> はい。いやいや、私の筋トレの単位がすごすぎてびっくり。いや、でも暇、うん本当はね、肩痛くない時は1 0 0八8回ぐらいとか上がったんですけど、全然もう、1 0 0はちょっと、神経、ね、神経系の、 あの、弱、あの、筋肉って、その、火事場のバカ力だったじゃないですか。で、要は、人間の筋肉って、その、視力を出すためには、神経がつながってないとダメなんですよ。で、普通はそんなにつながってないから、その、30%とか40%ぐらいしか、なんか、筋肉って、白く出せないみたいなんですね。でも、火事場のバカ力で、おばあちゃんがタンス持って、家から出てきたとかってあるじゃないですか。あれはもう、その、瞬間のなんか、 バーってこう、アンドレインが出て、もう筋肉がバーって、神経がバーンって通ってね、そういうことができるんですよ。だから、重いものを持つと、その神経が繋がって、その、なんていうのかな、その、普通に30%出力が50%から60%になれるっていうね。なんで重いものもたまには持たなきゃいけないんですけど、っていうことでやってるんですよね。うん、本当はだから、うん、もう80キロとかね、70キロでいっぱいやってるのは、 筋量を増やすっていうことですね。土台がないと、もちろん、ね、神経ばっかり鍛えてもダメっていうのはあるんですけど、まだなちょっとね、フォームがまだ下手なんだよね、多分ね。だから全然ダメですね。密 <laughs> 度の遭遇。家にタンスがない <laughs>。いや、だから、別にタンスは数がなくて大丈夫ですから。うん。<laughs> 本当に電、ね、かかってこい。いや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 。いやいやいや <laughs> うん、まあ、そんな感じだよね。うん。いうことで、ちょっとなんか面白いのあったかな。 うん、ちょっとちょっと、これ最後かな、じゃあ。っていうか、まあ、まだ大丈夫だな。アデナリン爆発。そうね。漠然とした未来の不安と戦って。<laughs> いや、そんなん、それなのにこんな格好してるよと。まあ、でもね、前にも、あの,先の、先週かな、先々週から言ったけど、幸せな気持ちになりたい時って、こうなんか変な動きとか、変な格好で歩いたりとか、まあ、 あの、ポーズしてね、歩いたりとかすると、人間の脳ってバカだから、なんかそういう変な行動をすると、なんか幸せなんだって勘違いするみたいなんですね人間の脳が。だから、幸せだからそういうことをするんじゃなくて、幸せっていうのを錯覚するために、なんかなんかバカな顔をしたりとかね、こんな、なんか、なんかこんな風に、ちょっと見えねえか。ちょっと一回消すね。なんか、なんか、 こんな、こんな風に歩いたりとか、えー、とかね <laughs>、やってると、あの脳がね、あ、お前幸せなんだなって思って、こうセレ、セレトニン、セレトニンっていうのとか、そういう、あの、快楽物質が出て、幸せになれそうなんですね。だから、笑ってる時もそうなんですよね。笑ってると嫌なことを忘れるし、その、ね、楽しい気持ちになるじゃないですか。うん、だから、ね、皆さんになるべく、笑いを。 ご提供できたらいいなと思って一生懸命頑張ってます。っていうか、まあ一生懸命頑張っててほしいな。あの、頑張っちゃダメなんですよね、本当はね。自分も楽しんでないとね、あれなんで、うん。準備するのはね、その皆さんの笑顔を,を思い浮かべてね、うん、これだったらウ,ウケるかなとか思いながらやってますけど、はい。ということで、うん。みんなよく似てるね。あ、これか。えー、っと。これね。<laughs> みんなよく似てるね。<laughs> うんだね。 炭素冷そぐり。ああ、あるあるだね。ウぎしかもう出れない。うん。でも最近はね、あれですよね。その、みんな銀行ね、振り込みというか、電子カードとかで決済できるし、あんまり僕も家に現金ないですしね。うん、ロシアでもそうだし。なんで、うん、結構、なんだろうな。うん。なんか、ね。 カメラとか、ノートパソコンとか、そんなもんすかねバーって、ね。あとなんか、そう、9枚切り。<laughs> 本当だね。1、2、3、4、5、6、7、8、9枚ある。すごい。うん。ちょっとこれあの、また、あいつね、今日はまた。ひまわりの種。うん。 ちょっと小腹がすくとね、このひまわりの種はでも今もうダイエット、うん、なんかね、しようしようと思ってるんですけど、全然できないですね。っていうか筋トレしてると、すごい腹減るんですよね。で、昨日もバドミントンやってて、2時間、1時間半か、やってて、帰ってきて、自転車でやって帰ってきてとかさ、もうめっちゃ疲れるんですよね。で、もう飯、ね、炭水化物あんまり取らないでしようと思ったけど、もうくたくたでさ、これ多分食べないと死ぬ,死ぬなと思って、もう食べました。 ね、食パンパンの間違い探しね。キリちゃん出てこない。うん、食パンマンをスライスしたら分身になっちゃった。<laughs> <laughs> なるほど。うん、そうそう。やっぱ笑えんダメなんで、ね。うん、う笑ってください、うん。やっぱね、なんだっけな。僕もそうですけど、あの、結構、まあ、 幼少期とか悲惨なことがいっぱいあったんですけど、家族のね、家庭の問題とか。多分、僕のライブの最初の頃残ってると思うんですけど、アーカイブね、第1話とか第2回とかの、えー、自分の生い立ちとか言ってるんですけど、うん、でその時にやっぱり大変だった時にね、何が助けになったかっていうのは、そういう悲惨な状況の中で、こう、なんか笑いに変えるっていうかね、うん、なんかもう、やばーっていう感じに思わないこと。まあもうそれでも、 笑ってしまおうみたいな、うん。で、それが癖になってて、なんかやばい状況になって笑ってしまうっていう <laughs> のがありますね。うん。なんで、こう、人間のね、多分その、あれなんですよね、えー、笑うってうことは、その気が狂う、気が狂わないようにするための防御反応だと思うんですよね。うん。なんで、大切だと思います。2枚ほど後ろが叫けているのがいる <laughs>。怖え、怖え。 この中に幽霊がいるってやつだね。いや、マジで。本当だ。透けてるの言う。二枚。超薄切り <laughs>。超薄切り食パンマンですね。ムキムクシガン。どうなんだろう。ドキンちゃんと食パンマンの子供と。え、ヒューガー。食パンマンはたくさん、子たくさんだったのね、と。サンドイッチマン <laughs>。そうね、サンドウィッチマンになれるね、これね。 そうそう、前回と違うっていうか、ちょっと大きいんですよ、これ。うん。ちょっと見えるかな見えないか。うん。前回よりも大きいやつ。うん。そうですね。前回よりも大きい種ですね、ヒマワリの種。はい。ちょっと見えるかなえー、っと、食パンの高校受験。<laughs> なるほど。あれ あ、リあちゃん、笑ってハッピーになります。ありがとうございます、スパチャ。はーい。えー、っと、はい、リラちゃん。じゃじゃーん、スパチャ。ありがとうございます。ね。どうもどうも。 いや本当に笑うとハッピーになりますよね。はい。えっ、ー、とね、これね、確かオリジナルはですね、君たちにはラスクになってもらうっていう。<laughs> 結構深刻だよね。ドライあのラ,ス、ね、ラスクって。ロシアでもあるんですね。スハリキっていうんですけど、ロシア語でね。食パンっていうかパンをもうなんか乾燥してカリカリにするって感じなんですけど、<laughs> 食パンでよりいい感うん、だね。 笑いああそうなんだ。サンマちゃんね、目が開かなくなってきた。私立さん、顔痩せたよね。どうかなぁ。っていうか、あの、夏ぐらいになってくると、もう、あの、秋ぐらいか、にもう食いまくって、増量期みたいな感じでやってて、結構太るんですよね。で、あの、今年もずっとそういう感じだったんですけど、まだダイエット始めてないんで、 うん、っていうか、もう、やろうやろうと思っても全然できなくて。やっぱね、ゴールがないとダメですね。うん。なんでっていうのがあって、もうめんどくさくてちょっとなかなか始めれないっていうね。そう、笑いはボケ防止。おっしゃる通りですね。<laughs> かわいそう。<laughs> そうそう。君たちやらすくなってもらう。もう僕も本当にそう思った。あの、かわいそうと思って。ね、うん。なんかそんな笑ってる場合じゃねえだろうと思って。笑って悲しくなるって。うん。そうそうそう。それね、笑って悲しくなる人はいないね。 えー、薄くスライスでマッシュルームとも言える <laughs>。うーん、本当だね。マッシュルームパン。でも S って書いてあるから、ショックパンマンの S だね。ショックのショックだね。2枚でパンツ。ああ、私はついてない人、人生って。いやー、でもね、ついてないと思うとほんとついてなくなっちゃうんですよ。で、私はついてるついてる、運がいいって。ね、僕のチャンネルに出会えたことには、まあ、自分ででもおかしいけど、絶対運がいいと思うんですよ。 で何千何百何万っていうね、YouTube のチャンネルがあって、まあライブにね、僕のライブに来られてる方っていうのは少ないわけじゃないですか。で、本当にこの、なんつうのかな、出会いっていうのはね、奇跡に近いと思うんですね。はい。で、そこでね、皆さん出会えて、楽しくチャットができて、ね、週一回ですけど、こういうね、笑いの場が設けられてね、うん、本当に、 気分がリフレッシュできるっねそういうふうに思い続ければいろんなことがねついてるついてると思えばねその本当にね運が良くなるというかあの運が良くなるっていうか悪くなるとかって考えるよりも本当運がいいっていうか本当にね自分って恵まれてるな自分ってすごくどんなことがあってもねちゃんと食事もできるしねうん。 なんだかんだって本当にね、周りにいい人いるなとか、そういう風にいなくてもね、生活できてるなとかさ、あれば、それが、なんていうのかな、えー、そういう風になりますのでね、自分が運がないとは絶対思わないでください。うん。それだけは、ご忠告。ご忠告するおかしいな。うん。それは自分からの経験ですね。運がいい、運がいいと思ってれば本当に、そういう風になってきますんで。もっと運がね、良くなってほしいなって <laughs> 正直思うけど、でも本当にね、ありがとうございますって感じだね。 覚悟してる笑顔。あ <laughs> は散,散りゆく桜って感じですかね。うん。そうそう、万歳、俺はついている。イエーイだよね。本当に、そういうことです。うん、そうそう、大丈夫。運がつく。<laughs> いい匂いがつくってやつだね。はい。ということでね、そろそろもう本当に、今日は運が良くなりますように。はい。絶対な良くなりますよ。うん。前で隠す美少年。最後まで、ご視聴。 長らく、ね、チャットにも、たくさん、楽しいこと書いてくださいました。ありがとうございました。失礼します。<He> Turn right or look straight in